あ、こっちはレジーナか。ね、はい、レジーナの、はあ、いろいろと。そうですね、もちろん今シーズン中でレジーナもエディオンピースウィング広島で、うん、試合をしてますので、はいはい、男子だけじゃなくてレジーナの方もグッズは豊富に揃えてます、うん、へ、どっちも見れるのはいいよね。そうなんですよ、男女同じ、ね、うん、エディオンピースウィング広島で戦えますし、あと今男子が結構完売してる、女子はまだ当日券もあったりするので、うん、エディオンピースウィング始めていきたいなって人でも、そういうことか、女子を入ってみてハマってもらえたらいいなっていう、うん、さすがでございますね、いいですね。あとこういうちょっと高見さん、何なの、これから、まあ、試合が夜に行われることが増えてくるんですけども、はい、こういったこうペンライトとかでこう皆さんと一緒に振っていただくような形も準備してまして、はい、で5月15日からのナイトゲームに関しては超熱狂ナイトフェスっていう風に題させていただいてますので、うん、こう夜の新しいエンターテインメントってものをこれから僕らの方で、うん、ぜひ体感できるものを準備している最中です。すいません、ありがとうございます。う、いや、いいね。なんだろうね、嬉しいね。おたかつしてる人みたいな。いやいやいや、そしたら次は皆様お楽しみのピッチに、はあ、もういきなりですか。なかなか一般開放もできてないんですけども、今回はちょっと特別に。うわー、ありがとう。うわー、マジか。いいんですか、大丈夫ですか。ここは大丈夫です。ここは大丈夫、はい、うわー、すげー。いや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 、ここから来るかね。まずはいろいろ席を見て、はい、上から見て、はい、いけるんですか、行きましょうでしょ。俺どこ行くんだろうと思ったら、ここいきなり感動しますね。ありがとうございます。まずはこうめちゃくちゃテンション上げてもらいたいなと思って。めちゃ上がった、はい、うわー、中島さん、選手と同じ目線ですよ、これ。これはすごいね。ここでコーナーキックけるんですよ。ここだってさ、ここだ。自分が立ってみて気づくけど、めちゃくちゃ近いね。近いです。とんでもなく近い。ピッチへの近さなど、国内最大級のバラエティに富んだシートで臨場感を体験した2人。最後に訪れたのはこちらのシート。この席もいいね。いいですよね。ゆったり座りながら観戦集中できますよね。で、ここでなんかいろいろと食べたりとか。はい、テーブルがあるっていうのがいい。面白いのがこの固定してないっていう、椅子っていうのは固定してあるイメージがありましたけども、もう自由に好きなようにできるという。そうですね。それぞれのサポーターが好きなように楽しめる。なかなかこういうの見たことないですけど。本日はようこそお越しくださいました。今日は特別に普段試合会場でご準備してますグルメをご用意いたしましたので、ぜひ食べてください。高見さんですよね。ずっと一緒に何をなんかコンシェルジュぶってるんですか。ありがとうございます。あ、これは、はい、なんすかなんすか。まずこちらが、うん、川村拓夢選手プロデュースのエイトスカッシュというドリンクになります。こちらが、金河選手のプロデュースのオーストラリアの思い出の味ホットサンドという食べ物で、金河選手が当時オーストラリアに所属してたというのもありまして、その思い出の味を再現したものになります。川村選手のこのスカッシュ大好きです。川村選手推しなんで。そうか、そうか、推しの選手っていうので楽しむこともできるもんね。ちょっといただきますよ、うん、ほら歓声も上がるよ。今僕の中で、僕の中でガッと上がったのよ。気持ちが、あ、ちょうど音が流れてるだけか。そしてこれが、そうですね、金河選手プロデュースのホットサンドになりますが、うん、ちょっと隠し味も入ってますので。まだ言わないで、ね、何が隠し味かは。あ、うまっ、うまっ、うん。もうあざといにも程があるぞ。アボカド。あ、正解です。やった。あ、そうか、アボカド、まろやか、まさに魅力たっぷり。
ぶりのスタジアムでした。